それでは本日は測量士の問題、令和元年午前、ナンバーワンとナンバーツー。ナンバーワンは測量法の問題、ナンバーツーは ITRF についての問題、解いておきたいと思います。まずはナンバーワン、測量法についてです。まあ、基本的なことを挙げておきました。基本測量、公共測量、それ以外の測量、というふうにこれ3つに分けられるのが測量です。そして基本測量はどういうものかというと、国土地理院が行う測量になります。出来上がるのがこれ、三等三角点とかね、一等三角点とか三角点。何等って言われるのは基本測量で上がってくるもの。で、公共測量は、費用の一部または全部を国が、国とか公共団体が負担するもの。まあ、税金ですね。で、それが公共測量になっていきます。で、これは国土交通大臣が指定するものです。で、ここで一級基準点とかね、何級基準点とかいうのはこっちですね。公共測量になります。こっちは何等三角点とかいうふうになるんでね。そういうふうに分けられてます。で、以外の測量ってどういうものかというと、こういうものです。建物だったり、局地的だったり、小縮尺図だったり、高精度でない測量のことで、政令で定めるものを除くというふうに規定されています。これも国土交通大臣に届け出を行う。ということは、基本測量以外に関しては国土交通大臣に届け出を行うと。まあそういうような国土交通大臣に関係するものだというふうに覚えておけばいいと思います。で、今回問題の中で、いじられていたものがこれですね。謄本とか小本。まあよくあるのは戸籍謄本とか戸籍小本っていうのがありますね。謄本は全部表すもの。小本は一部です。これ測量についてもそういうものがあると。測量成果についてもね。謄本や小本は国土地理院の庁に申請を行いますよということはこれ覚えておかないといけないね。謄本、小本は国土地理院の庁に申請だと。で、そしてもう一つありました。計画機関、自らの作業機関にもなれますよということは知っときましょうと。で、よく出てくるもので分かりづらいものとして、計画書についての技術的助言という言葉がありますね。これは分かりやすいですね。計画書についての技術的助言っていうのは国土地理院の庁に、庁が測量計画機関に、与えるもので、これは必ず測量計画機関が求めなければならないんだね。計画書を作成するときには必ずお伺いを立てると。これが技術的助言でしたね。国土地理院の庁に。その他に、これちょっと分かりづらいのかなと思います。もう一つの方が、測量業者が求めることができるというのがあります。測量業者ですね、今度はね。測量業者が求めることができるのが、業務の改善だったり、技術の向上の助言。これですね。そういうものもあります。これ、先ほどは計画書に技術的助言でしたね。計画書に対する技術的助言が、計画機関が、国土地理院の庁に求めなければならないものでした。次はこれで、こちらの方は何かっていうと、測量業者が技術向上の助言をもらうのはどこかっていうと、これ国土交通大臣になります。ね。同じ助言なんだけども、測量業者が求めるのは国土交通大臣だよと。で、計画書についての助言は、計画機関が国土地理院の庁に助言をもらうと。まあ、これ二つは覚えとっていいのかなというふうに思います。助言中が二種類あるよと。そこら辺も覚えておけば、測量法の方はもう少し広がっていくんじゃないかなと思います。とにかく出てきたものを一個一個潰していくっていうのが重要でしょうね。はい、では次です。ナンバー2の ITRF です。これに関しては国際地球基準座標系というふうに与えてありますが、基準となるものです。測量においてね。それがないといけない。1の基準となるものです。で、これは地震直行座標と3次元直行座標に分けられてますが、地震直行座標と言われたら、緯度、経度、楕円体、打下で表すね。で、3次元直行座標は、x、y、z。ね。x 座標、y 座標、z 座標。それぞれ、x 座標はどういうものかっていうと、地球の重心ですね。地球の重心というのは地震ね。地震から、本初子午線と赤道の交点。本初子午線はイギリスのグリニッジ点問題を取るところだね。東経、経度0度ですね。そこの、線と赤道との交点へ地線、地震から引いた線。それが X 軸です。で、そこから東経90度の方向と、で、そして、赤道の交点に地震から線を引っ張ったのはこれ Y 軸です。で、Z 軸は何かというと自転軸ですね。自転軸は単軸だね。そこでぐるぐるっと回るからちょっと横長になってんだよね。
球の形がね、地球はね、単軸の方です。単半径というふうになります。それが自転軸になります。で、これらも、単軸っていうの出てきたので、単半径で出てきたので、だけど、政令で定められてるのは何かっていうと、長半径の方だからね。長軸。横軸の方だね。そちらの方が政令で定められてて、扁平率というのも決められていますと。扁平率っていうのは、まあ、球形に近いほどゼロになるよ。丸みの帯加減だね。そういうような感じだって覚えておけばいいね。それが計算によってゼロに近いほど球形ですよということね。要は単軸と長軸が同じぐらいになればなるほど、まあ球になるよね。わかるね。そういうのが決められてますよというのは政令で定められているというふうになってますので、この長半径と扁平率というのは決められているというふうに知っておいてください。で、なお、ここでね、ちょっと、こういうものもあったので取り上げてみました。測地成果2011っていうのがありますが、これ JGD2011 っていうふうに3次元の成果です。今ね。ところが、最近になって、この3次元の成果にプラス時間軸、ね、地殻変動補正パラメーターも考えられたこの時間軸が入ってきて、これが4次元になりつつあるよと。で、それが JGD4D っていうのかな。そういうようになります。4次元に今考えられてます。3次元というのは XYZ だよね、これね。XYZ の3次元にプラス時間軸、地殻変動補正パラメーターが入ってきて4次元になりつつあるよと。まあ、ここら辺が測量において変わってきているところになります。まあ、自動運転につながったりするんだよね、車のね。農業の自動化だったりね。それで、4次元と。正確な、もっともっと正確になっていかなきゃいけないということで、こういう考えが出てきてますので、そこら辺もチェックしておく必要があるかなと思います。なお、今回ですね、令和4年2月1日ですね、つい最近ですね、これね、には、こういう指針が発表されています。国家座標という指針が発表されてますので、そちらの方もこうやって、4次元を扱った国家座標ね、時間まで含めた国家座標というのが、出されてますので、そういうところもチェックしておくのが重要かなというふうに思います。なお、ここら辺のこういうものっていうのは、この ITRF というのは、これは GNSS、VLBI で構築されてるんだよ。ね。VLBI は超長期線なんとかっていうやつだね。これね。大きなパラボラアンテナね。地球上の距離が求められるね。そういうものになりますので、そういうところもチェックしとくのは重要かな。まあ、今回これね、新しいもの出てます。国家座標中ね。そういうのもチェックしとくのは重要じゃないかな。あとは基本的なことですので、しっかりと覚えておきましょう。新しいこともどんどん出てきてますので、年々難しくなると思いますが、チェックできるときにしっかりとチェックしましょう。以上で説明を終わります。